はいどうもこんにちはしのぐです今回紹介する艦はアメリカティアゴ巡洋艦のペンサコーラですペンサコーラ級はワシントン海軍軍縮条約の制限下で建造された巡洋艦で日本海軍が建造していたミオコ型重巡洋艦に対抗して20.3センチ砲10モと同等の装備となっていました同型艦はペンサコーラとソルトレイクシティの2隻です米海軍でも最初期の重巡洋艦であり 防御力に関しては軽巡洋艦程度の走行しか備えていませんでした第二次世界大戦では1番艦のペンサコーラは南太平洋海戦で防空任務につきその後のルンガ沖海戦では日本海軍の第2水雷戦隊と交戦し米艦隊は魚雷攻撃によって多大な損害を受けこのペンサコーラも大破しました修理され戦線復帰し終戦まで生き延びた後にですね2番艦のソルトレイクシティとともに クロスロード作戦というですね、原爆実験に投入されこの2隻ともですね、原爆の爆発には耐え沈没はしなかったんですが放射能汚染などの調査を終えた後に両艦とも処分されています、まあ、ちなみにですね、PC 版の初期ではですね、このペンサコーラは、まあ、先ほども言いましたが妙高と同じですね、ティアにいたんですが、まあ、このペンサコーラで走行が薄く、まあ、そして あの隠蔽性もですねなぜか、まあ、戦艦並みにですね悪いという謎のですね調整が、まあ、あったせいで、まあ、かなりですね厳しい艦艇となり、まあ、その後、ですねアメリカ巡洋艦のツリー開閉に伴い、このペンサコーラは、ね、1個格下げされて、まあ、日本海軍でいうアワー型とですね同等のまあティアに降格されたといった経緯があるんですね。なので、主砲のモンス自体は優秀となっていますが、まあ、その分、ね、で装填時間が若干短く、あ長くですねなっていますね。 はいというわけでねペンサコーラーですけどペンサコーラーねこうやって巡洋艦の多いマッチングだったら、まあ、結構ね、ね初手は AP 弾ね入れといて、まあ、見えた、ね、巡洋艦をねがっつり削っていくというのがね、まあ、割と強いかなと思います。あーでもコロラドか、まあ、もちろん、ね、最初に見えるのは戦艦が多いんですけど、うんまあ、結構ね、ねこうやってあ巡洋艦もね見えてくれるんで。 しっかり、ね、巡洋艦をね、打っていくと、まあ、この従順としての、ね、活躍もできるかなと思いますでニュルンベルク同格ですけどはい、僕格やりましたねうんで巡洋艦だらけですね結構いいダメージ入りますねで減速してるのが加速してますねはい、まあ、ただ手法の旋回がね、遅いのであのー 1一回ね、あの、旋回を停止しないと、おおおで行きましたね、まあ、ちょっと味方が削ったところ、今、削りきったのかな、で、アトランタもいるんで、打っていきましょう、まあ、アトランタもね、AP 弾でがっつり削れるので、はい、まあ、防拡ありませんでしたね、で魚雷が来てる、危ない、危ない、危ない、まあ、ただ、アトランタからのこの H 弾攻撃もね、こちらには十分効いてしまうので、まあ、それもね、あの、まあ、反撃も怖いんですけど、 で、リアンダー、ちょっとどういうコールを取ってるのかわかんないですけど、魚雷で、ああ、魚雷で、うん、撃沈ですね。さあ、まあ結構、AP 弾も使いましたけど、まあ、ただ、駆逐艦もいるんで、ここは AG でも良かったかな。まあ、一応、駆逐艦がいそうなところに AP 弾打っておきましょう。で、はい、リアンダーがまた見えてますね。あまああ一応、一発だけね、当たりましたね。ままあ、たなないいいいよりはね、いいかなと思います さあ、まあまとりあえず見える敵、ね、全部打っていきましょうかコロラドも一応遠距離で見えてるんで打っておきましょうで駆逐艦がいたはずなんで H 弾に切り替えてね対処していきますさあ超長距離射撃ですがまあこれは外れましたねで、えー、魚雷が来てますがまあ旋回性能がねいいのでまあこれはね余裕で回避で 暁が見えたんで打ちましょうはいでも当たりませんでしたね、まあ、なかなかね、まあ、ちょっとねふんわりとした弾道なので、まあ、当てづらいかなとでリアンダーが出てくると思って AP ー装填しておいたんですけど見えない うん、難しいですね。はい、あ見えましたね、バック <laughs> すげえバックしてる。<laughs> と思ったら前進していきますよね、それは。うん、それは前進しますよね。ちょっと読みが 難しいですがここはまあ前進していってるので今度は前進読みで打ちましょううんまあでもやっぱ過貫通が多いなでもやっぱりちょっとね魚雷が怖いんでソナーをね使っておきますああ魚雷来てましたねで暁がえー、っと待ってリアンダーをちょっと先打ってで魚雷を回避して いやーでもリアンダー刺さらないなー AP が貫通力をね上げすぎているのかちょっとこれ微妙ですけどとにかくこれ近距離でリアンダーと打ち合うの嫌なんで早めに倒したいんですけどあ味方が削ってくれてはいなんとか激進ですねこれで1位に切り替えて赤槻狙いましょうさあ赤槻がこれ後ろからおーおーアトランタからの攻撃かな 暁がこれバックしながらまた出てくるのかなこれはああ出てきてますね。これでがっつり HE で削れますね。はい、7発命中でかなり入りましたね。で炎上もしてますし、火は消せないのかな あ、消せんのか。これはでも、ギリギリ島には当たらないかいや、当たるか。うん、ちょっと逃げられますね、これは。あ、でも味方が、攻撃してくれてるんで。いけそうかないけそうかなあ、いけそう。やれ。あーっと。 ちょっと隠れちゃいましたんで、まあ、ただ、煙幕張ってるんで、これは自分が出れば、もしかしたら見つかるかも。うん、この煙幕の中にいますね。魚雷がね、怖いんですけど、まあ、あー、てかもうここでもう2対4ですね。ここで行かないと。さあ、煙幕内から撃ってるのかなあー、いますね。そこに今、あー、見えた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 。見えた はい、これで赤月が激鎮でこれで2対3なのでこれはどうしようかなうん多分アトランタが近くに左にいるのでちょっとアトランタね先に倒してで、キャップも、ね、そう不利なんですよね結構なんか味方がいなくなってしまったんであとはあーでもキッズグナイズになるとコロラドカードの戦艦は HP 次第ではねめちゃくちゃ難しい相手で味方がリアンダーかうんなるほど まあ、とりあえずね、アトランタを、うん、見つけ次第、倒していかないと厳しい、ああ、見えましたね、これ。うーん、一回ね、これはでも、うんちょっとこの位置的には B、占領は厳しいか、戦艦が来るんでね、これアトランタ先に片付けるしかないですね、一回左に移って、アトランタ狙いに行きましょうか。 いやー味方のリアンダーがめっちゃ打たれてる味方のリアンダーがやられたらもう本当に厳しいんで何としても生き残ってもらいたいさあ手法の旋回が遅いですがまだ時間はねあのー、たっぷりあるんでうん時間的余裕はまだあるんでねでアトランタが出てきそうだなこれは ここででも AP 決められないともう HE でバリバリ削られてもう終わっちゃいますねでこれはい出てきたさあ打ちましょうおおいったいやこれはこれは OK さあでも AP 打たれると困るんで一応もう缶を縦にして HE は浴びてもしょうがないということではいあとなんと激んで魚雷が怖いですがああ魚雷も OK ケーよしよしよし はい、これでまあアトランタ仕留められたのでかいですね、これはまあ、ただあと戦艦2隻でこれは拠点的にももううーんう撃沈するしかないですね、敵の戦艦を1回ここバレてるんでここは反転してやっぱ下方面からうーんちょっと攻めていこうと思いますね1、まあ、回ねあの敵の戦艦の位置が分かんないんで接近戦になってしまったらね確実に ペンソコールアウトなんであーでグナイが来たかこれは打つしかないな結構近いさあグナイ燃やせますがこのまま攻めていくあやでもやっぱ引くかうん、グナイゼナは一回これは多分 B 方面で、ね、引きますねうんまあ多分状況的にもユリアの分かってるんでしょうでこれで暴格抜かれないように危ない危ない危ない,危ない、まあ、そしたらやっぱり うん、まあ、とりあえずグナイを打ちつつです、ねまあ、これ見えなくなるかなうん見えなくなりますねこれはちょ、リアンダーと歩調を合わせるしかないかな、まあ、とりあえず反転していきましょういやー味方のリアンダーとこれグナイズなんかええー、接近戦してるけどこれいやー大丈夫かああお互い魚雷で あおおあーああいうちかいやーそしたらコロラドも仕留めるしかないですねいや勇敢だったけどうんでコロラドがね問題はどこにいるかって話なんですよねであとどれぐらい HP が残ってるのか いやー、ワンオンワンでこれ、まあ相手ね、逃げー安定なんで、逃げてる可能性も高いですね、まあ、最悪、もう B 占領して、いや、でも B 占領しても足りないな、あ、いた、あ、で、割と HP 削れてる、さあ、これはね、いけそうですね、こっち向かってきてますしね、まあ、味方のグライツならちょっと援護してあげようと、向かってきてたんでしょうけど、 うんまあ削れてますねまあコロラドの足だったらもうね射程外に逃げられることないんでまあここで仕留めていきましょうさあ出てきたところ打ちたいですがはい出てきたこれで打ってまた隠れると。 これでね、燃えればまあほぼ撃審、うん、確定ですねあー燃えましたね2箇所でこれで相手消すと思うんでまあ次は AP 弾を叩き込んで、まあ、AP 弾で削り切れるかなもううん、横見してるんでこれはもう AP 弾でああでちょっと関西機がちょっと左右に回ってしまったんで見えないですけどまあここは <laughs> 緊張するなちょっと 普通にね、防角抜かれたらもう終わりなんで、はい、AP で打ってみましょう。まあ、で、これで1位切り替えて、まあ、次燃やしていきましょうか。あー、でも AP でもちょっと削りきれない。で、相手からの砲撃も来るんで、これは危ない。これね、もう、これは大丈夫そうかなこれは大丈夫そうですね。 はい危ないでこれでまあ1とちょっと偏差がずれてますけど燃えてくれればあーでも燃えないかちょっとこれ燃えないと燃えないと結構きついぞでまた島に隠れられそうなんで島に隠れていやー燃えないか <laughs> いや燃えないかあー危ない危ない危ない まあこれでもあ,ー、まあ相手に砲撃ちょっと偏差ずれてますねちょっと後ろあれー沈まねえ沈まないし燃えないもうこれ普通に消化あーでも HP がもうないんでこれはさすがに回復がなければ仕留められそうですけどああオッケー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 敵戦艦の激進を確認 はい、危ない,危ない危ない危ない。うん、まあ、最後ちょっと 1−1 であれでしたけど、まあ、まあ大丈夫でしたね、今の戦いはね。うん、まあ、というわけで、まあペン、ペンソコーラは、ね、やっぱ AP 弾がね、非常に強力なので、うん、敵の巡洋艦もね、アトランタもがっつり削れましたし、あとはモンスーも多いんで、ね、あの単発のあの、瞬間火力も高いんで、まあ、H も、ね、結構使っていけますんで。 まあ結構ねやっぱうん、まあ、手法の旋回が遅いこと以外はねほんと使いやすいかなと思いますまあ主をね旋回に打たれれば、あのー、やられてしまうんですけど、まあ、ちゃんとねこの舵が効きやすいので回避していけば、まあ、ある程度なんとかなるので、まあ、巡洋艦のね基本的な立ち回りもね分かる、うん、巡洋艦かなと思いますねはいそれでは今回は「ペンサコーラー」でした、えー、ご視聴ありがとうございました